阿波踊りがやっぱ大好きやし、仕事終わったら踊りのことばっかり考えてる気がします。やっぱり楽しい。苦しいことのが多いんですよ。まず練習苦しいし厳しいしね、それでもやめれないんですよね。その好きという感情は捨てれないんですよね。だから今 どこがどうして好きなのなっていう質問が一番困るんであってね。ただまあこうして僕も半世紀50年踊ってきて今までできたんかなと思うと、お客さんに見てもらってね、たくさんの拍手いただいてね、また見に来るねえかとかね、拍手してくださいとかね、うわこれやっぱり踊り続けてよかったなっていう、いわゆる達成感よね。Thank you.